自己分析ならマジキャリ。年間相談件数1万件の実績からあなたのキャリアプランを一から作ります。転職成功までコミット。転職するか迷っていても OK です。無料相談枠には限りがありますのでお早めにお申し込みください。詳しくは概要欄から。こんにちは、滑らない転職エージェントの末永です。今日のテーマは何でしょうか。はい、今日のテーマは絶対に転職してはいけない人について話していきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。今回のテーマ設計した背景なんですけど、セナガさんの体感的に転職相談来てこの人ぶっちゃけ転職をお勧めしないなっていう人なんか何割ぐらいいらっしゃる認識ですか。半割4割結構多いですよね、うん、結構多いと思う今まで転職すべき人とか、うん、転職のノウハウコンテンツについて話してきたと思うんですけど、はい、そういうノウハウについて話してもそもそも転職すべきじゃない人だったら生かしようがないというかむしろ不幸になっちゃう可能性とかもあるので、うん、間違いない。今回はセナガさんが転職相談された時にこういうケースの人はぶっちゃけ転職をお勧めしません、うんみたいな人のお話ができればなと思って、うん、今回のテーマを取り上げます。はい、よろしくお願いします。そしたら早速質問なんですけど、はい、転職相談来た時にぶっちゃけこの人には転職をお勧めしないっていうパターンあるとしたら何パターンくらいあると思いますか。パッと思いつくところで言うと6つあるかな。6つ、うん、その6つ順に解説いただければなと思うんですけど、はい、1つ目まず教えていただけますか。1つ目としては仕事が向いてないとかやりがいを感じないと言っている未成熟な人って感じかな。仕事向いてないとかやりがい感じないってまさになんか転職理由の本当にパターンじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、これ言ってる人は転職しちゃダメなんですか。一律に全員がそうだっていうつもりはないよと。ただ未成熟な人って言った方がいいかな、はい、入社して半年1年くらいで仕事がまだ慣れてない人っていうので、はい、まだ成果が出せてないそういう人が結構多いと思ってて、仕事にまだ慣れてないっていう状況だと向いてるか向いてないかなんか判断できないし、やりがい感じるなんておこがましいというフェーズで言ってるのに、これって転職して別のまた新しい仕事しても一緒のことじゃん。向いてない仕事だったらそもそも成果出せなくないですか。でもそのマインドに支配されちゃってるってことだよね。向いてないので成果出せないんですって。じゃあ全員向いてる人しか成果出せない仕事なんですかこれはって話になっちゃうでしょ。そしたら未成熟な人って言ったのは、うん、頑張ってない状態で仕事向いてられって言っちゃう人は基本的には転職をお勧めしないっていうことなんですか。そうだね。逆にやりがいを感じるタイミングとかっていつ頃になるんですか。一概に言えるわけじゃないんだけれど1年半から2年くらい自分のことを捉えてみると、人材紹介の法人営業リクルート時代やっていた時って本当に1年目は必死で2年目は少し余裕が出てきてやりがいを感じ始めたけれども、それでもまだ必死だった。で2年目が終わるくらいに自分のものとした感覚がようやくできたなっていう体感が振り返ってあったから、やっぱ1年半2年くらいかかると思うんだよね。入って1年とか2年ぐらいの方でやりがい感じないって言ってる人は、うん、もしかしたらちょっと早いのかもしれないみたいな。そうそうそう。というので1つ目は仕事が向いていない、うん、やりがい感じないと言っている未就熟な人でした、はい、続いて2つ目のパターンお願いできますか、うん、2つ目としては同僚や上司と反りが合わないっていうことですかね。それを理由に辞めようとしてる人って感じ。人間関係も転職理由でめちゃめちゃ多いっていうふうに聞いたことあるんですけど、うん、これの何がダメなんですか。めちゃめちゃ上司が明らかなパワハラとかモラルを逸していて本当にこういじめてくるとかそういうことでメンタル病むような状況だったらやめていいと思うんだよね。僕の大学の同期でも不動産のベンチャーに転職してお弁投げられたって言ってました。冬だったのかそういう問題じゃなくて人間関係が合う合わないってさ誰だってあるよねっていう。それは仲のいいやつ気が合うやつだけで囲まれてて最高とかっていうのも確かにそれはそれで一つなんだけど、仕事ってさ人間同士がする活動じゃん。つまり人を動かすことも仕事だと。それが合わない人とどうスムーズに仕事を進めていくかっていう視点になった方がいいよ。今の A という会社に行ったとしてそれ合わねえなって思ったからって B という会社に行ったとしてもそういう人いる可能性もあるけどいない可能性もあるわけでしょ。コントロールできないじゃん。配属ガチャもあるし会社ガチャもあって私にぴったり合った組織どこかなみたいなことをずっと探すよりは、はい、そういう人たちとうまくやれるような自分になる方がコントローラブルだよねっていう。そしたら人間関係で辞めたいって言ってる人はよほどのパワハラじゃない限り基本的には現職で頑張るっていう方向性で行った方がいいのかもしれないですね。そうだね。どうやってそういうちょっと反りの合わない人とうまい関係性を築けるか、はい、苦手な人と接するっていうのは逆に成長目標としてやっていくっていうのは結構いいのかもしれないですね、うん、というので2つ目のパターンは上司同僚と反りが合わないから辞めたいと言っている人でした、はい、では3つ目お願いできますか。はい、3つ目としては給料を上げたいから転職したいですね。これも転職理由に多いですけど多いよね。これもダメなんです。まあ上げたいよね上げたいのは分かる。例えば今めちゃめちゃ業界職種的に給料が明らかに低い会社にいるとか相場よりこれ生活ままならんとか
っていう感じだったら分かるんだよ、転職した方がいいよね。ただ一定妥当な水準をもらってる人だったとしたらの話、こういう人が短期的に給与を上げたくて転職するっていうのはお勧めしないって話。スキルが身についてないのに年収を上げたいって言ってる人はあまりお勧めしないって話ですね、うん。中途市場っていうのはその人の経験スキルである程度妥当値の評価をされるんだよね。だから転職しようと思っても実はそんなに給料って上がらない。じゃあその中でなぜか上がる会社があったりするわけですよ。コンサル業界とか結構高給取りとか。ああ、そうなんです。確かにそれでコンサル業界行って上がるって可能性はあるけど、コンサルという仕事がその人に向いてるのかっていう観点はあるでしょ。そこを無視しちゃうっていう人が多いんだよね。格好書きで自分がやりたいと思ってる仕事の中で給料を上げたいはずなんだよね、本来は。けれど実力値に対して妥当値な給料をもらってる人だったら給料は上がんないわけですよ。そうすると自分の適性ややりがいに合った仕事っていう格好書きが無視されちゃうんだよね。そうするとやっぱミスマッチしちゃうよねって話。年収400万円の実力値なのに、うん、年収500万の求人ばかり探してるけど、うん、分からなかった、適性がいいものが見つからないってなって、うん、その間にかどんどん自分が向いてる仕事っていう格好書きが外れていっちゃうみたいな、うん、そうそうそう。実際俺が転職支援してきた方で給料高いところに行ってすぐ辞めて、はい、瀬田さんの言った通りでしたって人めっちゃ多いわけ。年収を上げるっていうことは悪くないけど、うん、それを第一目的としちゃうと、うん、別のところで必ずミスマッチが起きちゃうっていう話なんですね。というので3つ目は、うん、年収を上げたいっていう人でした、はい。続いて4つ目お願いできますか。4つ目としてはやりたい仕事ができないっていう形で転職しようとする人というかね。これも多いですよね。多いですねこれは何がダメなんですか。やりたいことがあって転職するのはいいような気がするんですけど。ダメなわけではないんですが、じゃあそれを社内でちゃんとすり合わせや解消するような動きや努力はしましたかっていう話。それをしてから転職活動を考えた方がいいっていう。逆に言うとやりたい仕事ができないから転職するんですっていう人の大半は動いてないっていうことですか。転職支援の現場感で言うとやりたい仕事っていうこと自体の解像度も低いし、じゃあ何したいんですか。それを定義した上で社内で上司とか決裁者とすり合わせして何か解消できないかっていうことをしたのかと。転職って手段であって目的になり得ないと思うね。極論今の会社の中でやりたいことができるならば転職の方がリスクなんだよ。会社を変えちゃうと全部の要素がなくなっちゃうから、転職しないで済むならその方が望ましい。結果として転職するにしても損はないよねってこと。僕自身もそういうボタンの掛け違いで辞めちゃったんですよ、あのリクルートは。大変申し訳ないなと思ってるんですけどなんかの動画で話してるから繰り返す必要はないのかもしれないんだけども、やっぱりいろんな方を見てもったいないボタンの掛け違いって意外とあるから、そもそも何がしたいのかっていうのはちゃんと明確にして前もって上司とか決裁者にアピールをし続けると、はい、やりたい仕事ができないって言ってる人は、うん、まずやれるように提案して、うん、無理だったら転職検討しなさいっていうのが話であって、おっしゃる通りですっていうのが4つ目でした、はい。続いて5つ目お願いできますか。5つ目としては移動や転勤の内示が出た瞬間に転職しようとする人ですかね。今やってる仕事がやれなくなっちゃうとか、うん、と思った瞬間に転職しようと考えちゃう人っていう。そうですそうです。別に悪いようには思えないんですけど、やっぱりそれがなんでダメかっていうと、変化してやったことないことを内示されて、しかもそれがキラキラしてなかったとすると、それだけでやめようって話ってちょっと横着すぎるでしょっていう。キラキラしてないっていうのは例えば地味な商材の営業に回されちゃったとか、花形部署じゃないとか、変なプライドとか、はいはいはい、イメージでシャッターを下ろしちゃう人って結構いるの、ね、もしかしたらそれの仕事が向いてるかもしれないですしね。そうそうそう、まずやってみて分かる解像度ってあるから、一旦アクションプランとしては、うん、もし移動の内示が出た場合は、うん、移動の意図とかを上長とか人事部に確認した上で、うん、一旦向いてるかどうかやってみてから判断すれば一番いいんですかね、うんうん、そうだね。本当にそれやってみて違ったなって言ってのっていう話はあるかもしれないね。逆に内示が出てすぐにやめてやるってなると、うん、なんで失敗しちゃうの。失敗っていうわけではないかもしれないんだけど、機会損失があるかもよっていう話をしたくて、シャッターを閉めて転職するという選択肢 A と、はい、内示を受けてなんか一回やってみるっていう B があったとするじゃん。これをちゃんと評価できますかって話なのね。だからそれをフェアに評価するためにも、一回リスクの少ない別の部署で経験してみて、あ、やっぱ違ったなってなったらちゃんと冷静に自己分析して、それで転職した方がいいよね。違う環境で働いたからこそできる切り口ですね、うん、そうそうそう、機械損失と視野が狭まるのを防ぐ上で、うん、一旦やってみて判断した方がいいよって話なんです、うん、おっしゃる通りです。というので5つ目が内示が出た瞬間に転職しようとする人、はい。
最後に6つ目お願いできますか。最後6つ目としてはですね、ちょっと番外編みたいになっちゃうんですが、組織崩壊とか業績悪化したタイミングですぐ辞めようとするですね。むしろなんか辞めるべき組織なんじゃないんですか。転職エージェントをしていると過去10年20年いろんな会社が急成長してって、でもその後組織崩壊したりとか業績悪化して大量に人が離職していくみたいなことをたくさん見てきたんだよね。その時に意外とその会社って伸び続けてるんだよね。これはまあ企業の話だと思うんだけど、個人側の視点で見ても実はそこに残った人って出世したりとかより強くなっていくケースが結構多いんだよね。要はこういう会社って大量採用してる時って華やかで目立つんだよね。お、俺も勝ち馬に乗りたいみたいな人がバンバン入ってくるわけで伸びてくんだけど、急に人が増えるとやっぱ組織崩壊が起こりやすくなったりとか、業績悪化してしまって人がガーって辞めてっちゃうわけじゃん。勝ち馬じゃないと思った瞬間にみんな逃げていくわけ。そうした時にポジションがめちゃめちゃ穴が開いちゃうわけ。その穴を埋めるように残った人にポジションがどんどん回ってくるの。でそれが3年後に経つとめちゃめちゃその人たちが花開いてって活躍して次の会社の成長を押し上げてるっていうケースがめちゃめちゃ多くて、ある種美味しい時期なのかもしれない。そうそうそう、もちろんわざわざ火の中に飛び込めって話ではないので、みんなが我先に行って逃げ出す時に自分も乗っかって逃げ出すっていうよりは冷静に捉えた方がいいんじゃないって話かな。もちろん経営陣が全く変化しないとか反省せずに改善に向かわないっていう組織だったら見限るっていうのも一つだと思うんだけど、ちゃんとそれを真摯に受け止めて次に生かそうとしてるんだったら結構期待を持てるんじゃないかなっていうところで、6つ目はちょっと番外編になっちゃうんですけど、組織崩壊や業績悪化をした時に、うん、まあ、すぐ辞めようとする、はい、っていうのは瀬中さん基本的に転職止めるっていう、残った方が得なケースもありますよって話かな。じゃあ最後に質問なんですけど、はい、逆に転職した方がいい人って瀬永さん的に見てどんな人ですかね。2つあるかなと思ってて、1つは物理的に回避した方がいい環境にいる人、要は本当にパワハラモラハラいじめとか残業時間200時間超えてますみたいな、そうそうそうとか、まともな心理状況が保てなそうなんで、うん、転職すべきかもしれないですね、うん、さすがに著しく給与が低いとかね。2つ目は何ですか。2つ目としては自分が転職先に求めてるものが明確になって要件定義できている人、もっと言うとそれが今の会社では満たせないことが明確な人。満たせないのが明確になっているっていうのは転職理由を解消しようと動いている人みたいな、そうそうそう、あ、うちじゃ無理だなみたいな感じに思っている人が、うん、転職軸固められてたら問題ないよっていう話なんですかね、うん、そういうことです。じゃあ結局今の特に2つ目の話って転職理由を解消するように動いた上で、うん、きちんと転職軸固めるっていうのが大事っていう話ですね、うん、そういうことになるね。転職軸を固めるためにはどうすればいいんですか。自己分析をやるってことだよね。現職に不満課題があるとしたら何に不満課題を持ってるのか、逆に言うとその不満を解消してどういう状態が理想なのかっていうのを言語化するだったりとか、適性は何かとか弱みは何かとか、ここら辺を具体化言語化するってことだよね。その上で具体化して要件に合っている転職先を探すみたいな話、うん、そうだね、ないしはそれを現職の中で解消するにはどうすればいいかっていう問いがあったりとか、結局一人でやるのめちゃめちゃむずそうですよね。だからやっぱり第三者の客観的な視点で言語化を手伝ってもらうっていうことは大事かもしれない。第三者って言っても転職エージェントに相談しても基本転職進められるな、求人紹介されるだけみたいな。そうですよね。だから社会で利害のない方でそういうことが得意な先輩とか知り合いがいたらそういう人を活用するっていうのも一つかもしれないけど、まあそういう人ばっかりじゃないかもしれないよね。そういう人はどうすればいいんですか。マジキャリを使うしかないでしょう。マジキャリって何ですか。マジキャリというのは個人向けのキャリアコーチングサービスでして、はい、求人紹介はせずにですね、自己分析を転職キャリアのプロがですね、その人の課題とかやりがいとか苦痛とか、はい、そういったことを言語化した上で具体的な転職すべきかどうかみたいな判断もそうだし、実際じゃあ転職するんだとしたら、はい、まあ、選考対策をして内定支援と、あとは最後意思決定支援みたいなところも全部フルパッケージでご提供しているようなサービスですね。転職しなくても相談は全然できる。あ、そうですね。マジキャリのユーザーさんでも大体3割くらいの方は最終的に転職しない方がいいよねっていう風になって、現職の中で定着活躍をしていくっていうところの支援もさせていただいて、トップセールスになったりとか出世していくみたいなケースも実際あるので、そういった方も含めてご検討いただけたら嬉しいなと思います。今あの概要欄に URL を貼っているんですけれども、初回60分に限定って形にはなるんですが、無料体験面談というのをご提供してますので、月内でいうと数に限りもありますので、ぜひお早めにですねお申し込みいただけたら嬉しいなと思います。あとはですね、そもそも転職するっていうのはもう決めちゃってるんですけれども、転職の基本の基もよくわからないよっていう方もいらっしゃると思うので、そういった方はですね、これも概要欄に公式 LINE の URL を貼っているので、今そちらクリックしてですね、友達登録をいただくとですね、ここだけの情報としてですね転職のノウハウコンテンツをお届けしてますので、ぜひ友達登録をよろしくお願いします。
します。いかがでしたでしょうか。今回はですね、こういう人は転職するべきじゃないみたいな話をさせていただいたんですけれども、今後もですね、こういったキャリアとか転職に役立つようなノウハウをお伝えしていきたいと思いますので、ぜひこの動画が良いなと思った方はですね、高評価とですね、チャンネル登録を今いただきたいなというところとですね、コメント欄にコメント書いていただくとですね、その内容をもとにですね、今後の動画の企画とかに参考にしたいと思いますので、ぜひコメントをお願いします。バイバイ。バイバイ。